女だったの。あ、ごめん、男だと思ってた。というわけで皆さんおはこんばんは、トポンです。今回の赤い霧と同じ感じか。しかしデグラーと同格と考えるとどうやって攻めたものか。なんだ、収容室に何かマークが出てるな。黄金の暴走、カウントダウンが始まってるってことはクリポと暴走と同じ感じか。そういやあいつここを襲う時にアブノーマルを脱走させてたんだったな。とりあえず脱走だけじゃ済まなさそうなので作業させましょう。よし、とりあえず指示は出せたからこれで。はぁ、何が起きた。速攻で職員が3人持ってかれたんだけど。ここか、いや、何か起きてるが死んではないな。あぁ、ここか。スーザン、モルテが死亡、他の職員もダメージ食らってるね。体力精神力の両方減ってるってことは黒色か。とりあえずできるだけのことはしたんですけど無理でした。なんか謎の黒攻撃でレベルの低い職員はどんどん死んでくのでレベル5の職員を筆頭に、それに加え特殊なアブノーマリティの作業ができるように一部黒耐性をつけた職員も連れていきます。ちなみにこれ挑戦4回目です。強すぎ。というわけで攻略していきましょうか。まず最初に職員全員にそこそこの黒攻撃を攻撃してきます。この時点で低レベル職員、もしくは黒が弱点の職員は退場ですね。大体通常耐久 20.0 で40前後だと思うので 0.5 あれば余裕で耐えれると思いますが一応、それと同時に黒霧の暴走と黄金の暴走が起きます。黒霧の暴走を全て抑制すると強力者の耐性が全属性 2.0 になり、黄金の暴走を全て抑制することで動きを封じることができます。ちなみに黒霧の暴走の抑制前は全属性の耐性は 0.1 とかいう超耐久を持ってるので戦っても全くダメージ通りません。そして上陸者が別のところに行かないようにウサギチームで足止めします。上陸者が前を通った収容室はクリポと暴走を起こして柱みたいなのを飛ばしてくると柱が通った場所の収容室が全部クリポと暴走を起こします。要するに少し上に行って柱をぶっ放されるだけで軽く8体のアブノーマリティがクリポと暴走を起こすってことですね。マジでふざけんなよ。おお、全部抑制できたからご立派に体力減ってくね。ちなみに運が悪いと速攻でウサギチームの8割ぐらい壊滅するんでやり直しですね。はい、というわけで抑制をもう一回やっていきましょうか。そして2回目は新しい暴走が、波の暴走ですね。波の暴走を抑えることができないとオレンジの夕暮れみたいなやつがずっと暴れます。まあぶっちゃけ耐えることはできるけど数回食らうと死ぬしダメージ食らってる状態で全体黒攻撃されると死ぬので速攻で抑制しましょうか。中央本部に暴走が固まってるな。一つのチームに二人ぐらいしか置いてないから嫌な感じだな。はい、抑圧できたのでウサギチームの活躍でも、ここまで生き残るのは嬉しい子さん。というわけでここまで来たあれ。まさか止めれない感じ。うげ、一時停止なしで抑制するのはきっついぞこれ。劣化してるけど妖精と鍵、気になるワードが出てきたが、今はそんなところじゃねえな、ウサギチームが全滅か。はい、助手は投入。うげ、そうか、一時停止できないんだったな。とりあえず抑制しなきゃ、カズが。
一時停止なしでこれはちょっと。ああ、もういい。抑制は無理だ。ダメレン。当日者の体力はあと少し。このままゴリ押しで削り切る。ここまで来たら職員の死亡とか構うものか。勝手にしんどけ。これで終わらせてやる。少なくない被害が出たがまい。仮想だしこうなることは想定してたからね。やり直すタイミングが早まるだけのこと。死亡者数十に、赤い霧とは比べ物にならないぐらいの被害だなこや。本人の攻撃性能、攻撃力も赤い霧と同等、もしくは上回ってるのに、それに加え大量のクリフォト暴走、また発通の暴走を起こしまくりアブノーマリティが脱走、挙句の果てには一時停止すらも使えなくなるとは。まあクリアしたからよし、次回はやり直してからになるのでよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。